はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は覚醒の真砂勇介選手使っていきたいなと思います。今一番自分が推している選手です。もう今回は完全に自己満足の動画になります。真砂選手、右のギータ、通称右板とね、ずっと期待されていたんですが、まあなかなか結果が出ず、まあ去年からねようやく一軍に定着して、もう今ではね、まあ、左ピッチャーの時が、メインなんですけど、スタメンでも、出るようになっています。昨年は少ない打席ながら3割1分4厘をマーク、オープン戦も3割8分9厘と高い成績を残していて、今シーズンもですね、つい最近3割切っちゃったんですけど、ずっと3割をキープしていました。昨年からね本当に結果を残し続けている真砂選手なんですけど、まあ、なかなかねスタメンで、使ってくれないのが現状かな。まあ、ホークスの外野陣かなり選手層厚いんですけど、まあ、グラシアルがね怪我して枠が空いて、まあ、結果をねずっと残していた真砂選手を、まあスタメンでね使い続けても良かったんじゃないかなと、正直思ってるんですけど、今回は真砂選手でホームラン打つまでやっていきたいなと思います。まあ、そうですね、弾道がラインドライブなんで、まあ、能力が上がればそこまでホームランを打つのは難しくないのかなと思いますし、特能が結構いいんですよね。超チャンス、20丸、ラインドライブ、走塁、まあ、走塁はホームランを打つ際には関係ないんですけど、まあ、チャンスとラインドライブが出ればかなりパワーが上がってくるので、まあ、特能の出次第では結構簡単に達成できるのかなとは思っています。それでは何試合かかるか分かりませんが、やっていきたいなと思います。どうぞ。もちろんやっていく上でホークス純正を使ってやっていきます。ライトですね。さあ、ホークス純正ということで話したいなと思うんですけど、つい最近のね生放送で、プロスピが、e スポーツ化すると、正式にね発表されて、なんか各球団から、代表選手として、選ばれたらそのプロ選手にね、なれるということだったので、もちろん、ホークス純正でホークス代表を目指して、頑張っていきたいなと思います。いやー、ホークス純正やっててよかった、本当に。まあ、結構選手はね、去年からしっかりとやってきたのでいると思いますし、まあ、あとは本当に今シリーズで必要な選手を集めて、まあ、TS とかね逃さないようにしたら、まあ、オーダーはね申し分ないと思うので、まあ、あとは、9月のね予選に向けて、実力の方をね仕上げていきたいなと思います。いやー、もう待ってましたよ、本当にこのね e スポーツ化いつするんだろうとね、前から思っていたので、多分誰よりも自分が思っていました。もう本当に一番最初の大会からね、もうコナミさんに言ってきてたんで、本当に楽しみです。もう頑張ります。というわけでチャンスを持っているので2番起用です。まあ、チャンスを出すとこからね始めないと結構厳しいかなと思うので、まあ、とりあえずチャンスを出せる演出をこの佐々木誠さんでねしていきたいなと思います。狙いはツーシムかな。右中間、ツーベースは右中間が一番出やすい。ペイペイですね、ペイペイ。これは縁起がいいぞ。いやー、惜しいな。まあ単打だったら盗塁するかな、相手キャッチャー次第ではあるんですけど。さあ何が来る。ツーベースは絶対大事。あー、ちょっと危ねえ危なかったなー。今縦スラは読んでなかった。さあラインドライブ出ましたね。あ、 DB ならいける、走れる走れる。いや、それはやばい。いや、それはやばい。あれ？あれ？嘘？いや、どうしよう。待って。どうしよう。ことの詳細を話すとですね。スタート切りました。ノーマルでした。あ、ストレートだ。やばい。絶対アウトになる。カットしに行こう。打ちます。入ります。っていう感じです。ちょっと待って。どうしよう。ちょっと歓喜もなんか喜びもできなかったんだけど、どうしたらいいのこれ。もう一本打ちますか。いや、まさか一発目で終わるとは思わんやん。いや、早いって。結構もう10試合ぐらいは覚悟して望んでたんですけど、しかも打って喜ぶとかじゃなくてね、打ってってなりましたからね。いや、待って、これは予想外だ。こんな展開は予想していなかった。とりあえずこの試合決めてもう1試合いきましょう。さあ、気を取り直して、まあ気を取り直してというかもう1本頑張りましょう。いや、まさかだった、マジで本当にまさか。さあ、まずはねチャンス出せなかったんで、さっきチャンス出せなくて打っちゃったんで、チャンス出してから打ちたいな。よし、いいよ。スト
ストレート、高めインハイにストレート、シュート、大きい狙い通りじゃないこれ。あーダメだった、ちょっと振り遅れたかな。さあ頑張りましょう。いやまあ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 、まあ、そんな簡単に打てませんよね。よーしょ、ケイ右板の師匠ギータが、打っていく。やばい、めちゃめちゃいい緊張感で臨みたかったのに、もう1打席目で打っちゃってるから、ちょっと待って、緊張感がない、悪い意味で本当に緊張感がないな。こういうのはやっぱ緊張感持ってやった方が面白いと思うんですよ。もうマジでなんかほっともしてないな。なんて言うんだろう、なんかあもう打っちゃったなみたいな、もう打っちゃったかな、もういいかなみたいな感じの、気分になっちゃってます。いやこれは惜しいね、今入ってたらいい流し打ちだったな。あつお、よし、まあまあまあ表なんでね、まあ、ここで決めたらかっこいいよね。2試合連続ホームラン打って、もうこれでもう完璧ですと、もうその流れでいきましょう。まあ、ここからの方がチャンス作りやすいですしね。いやーボール球だった。まあまあまあ、まだ2回の表があるんで、そこからやっていきましょう。いやーてか、ようやくホークス勝てましたよ、本当に。もう1週間勝ちがなくて、しかも47イニングタイムリーがなかったのかな。5試合ちょっとタイムリーがなかったってことですからね。まあよくそれで全部負けてなかったよなっていう。まあここからね、主力の選手もぼちぼち戻ってくると思いますし、ちょっとまたね、息吹き返して、今オリックスが本当にすごいんで、オリックスめちゃめちゃ強い、10連勝、20何年ぶりの10連勝でしょ。オリックスになってからは初めてって言ってたかな。そのオリックスがね、今ちょっと突き放そうとね、パリーグで単独で、首位に立っているので、ちょっとオリックスに負けないよう頑張ってほしいですね。いやいいよ、いいバッティングだけど取れるよ。よしよし、この回絶対この回決める。まあ一番いいのは満塁ぐらいで回して、満塁ホームランとか打ったらかっこいいよね。さあこれは早い、いいよ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 、そういうの大事、そういうの大事、単打で積み重ねていきましょう、単打で。ただなあ、言うてホークス打線ってね、みんなある程度弾道高いんで、ショート以外、ショート以外弾道高いんで、ちょっとホームランがあるんですよ。ちょっとホームランのさじ加減、あーやばい、そんなにうまくできないんで、ここはどうしようかな、ムネリンに打たせるか。ちょっとゲッツーも怖いですけど、ここは単打を狙っていきます。よし、これ、いやー、終わった。いや、まさかのゲッツーだった。そのゲッツーは予想してなかった。マジか。いい当たりだったけどな。しかも、なんであれ毎回思うけど、ファーストってベースタッチしに行かないんでしょうね。だって、一塁ランナーにタッチしに行くより、絶対ベース踏んだ方が早いもん。一回ベース行きかけて、ランナーに行きますからね。しかも負けそうなんだが、打ち取った当たりだったのに、長打警戒だったから。危ねえ、怖え。一発あるんよな。ちょっとタイピンチ出るまでは東山選手怖い。さあフルカウントになりましたよと、多分変化球狙ってると思うんだ。ストレートでいきます。オッケー、ナイスボール、めちゃめちゃいいコース。ちょっと1点ぐらいだったら取ってほしいな。なんならだってタイブレイクっていうか、あの特別延長だったらね、1、2塁からでしょ。1、2塁から1番だったら1点取ってほしいけど、まあ、ちょっと逆転されたら元も子もないんで、逆転されないように。あーちょっと待って、ちょっと待って、それだけはやめてって言ったじゃん。はい、終わった。なんかサインの人来たんだけど、なんでこんな猛者ばっか当たんの最近。さあまたまた強い方来ちゃいましたね。前の動画のワジさんといい、なんでこんな当たるんだよ。しかもまた深夜に撮影してるんですよ。猛者はやっぱ深夜にやってる人多いな。よいバッティングやけど、ホームランじゃないよ。ホームランはね、チャンスが出ないんよ。いや、よかったよ、すごい。よかったけど違うんだよ。あれ？ちょっと待って、いいバッティング。お、入った入った入った、これは嬉しい、これはめちゃめちゃ嬉しい。え、もう終わっていいよね。ちょっとこの試合勝って終わろう。え、めちゃめちゃいい流し打ちで打てた。左に右に完璧でしたね。よっしゃ、このまま8点取るぞ。待って、普通に今のは嬉しかった。あ、待って、ごめん、狙いすぎた。なんで謝ったかはわからないけど。あー、狙いすぎた。ちょっと待って。相手は強い、打たせたらやばい。ということはもうここで決めないといけないんですよね、結局。
どっちにしろここで決めたい。いやー遅いなー遅いなー、イモるなイモるな、めちゃめちゃイモってる。いやダメだ、もうボール球踏んなよ、くっそ。ちょっと待って、マサゴ選手のホームランで満足しちゃってる自分がいる、負けたくねえ。いやーここのスプリットいいな、打ちやすい、外角のスプリットめちゃめちゃ打ちやすい。いやこのままもう一回マサゴ選手に回したいね。しかも今流れてるのはあのラコタスランデブーなんですけど、あのラコタスランデブーのね原曲を一回聞いてほしい。なんかパチンコのオス番長かなんかの、曲なんですけど、めちゃめちゃおもろいんですよ原曲が。あのムッチンムッチンの海にとか言うんですよ。ちょっと聞いてほしい。多分ね YouTube 調べたら出てきます。さあ堀江選手出てきました。ちょっとガチ系統やめてくれ。おわ惜しいな今。いやいいんじゃない。あーよかった超えた、危ねえ、セーフ。ただこれで4点目か、足りないな、4点は足りないんですよ。よし抜ける抜ける抜ける。いやこのままいけるんじゃないか、マサゴ選手まで。いや代打出しましょう。ここはジュリ様がいますからね。ちょっとまだあの腕の状態、手の状態が良くないらしいんですけど、早く、帰ってきてくれることを願っております。いやオッケー、完璧じゃないこれ。これ7点目でしょ。あと1点で勝ちながらマサゴ選手でホームラン打つっていう、もう完璧なシチュエーションができる。これはこれは、しかもマサゴ選手でサヨナラタイムリー打ちたいな。モイネロ出てきましたね。どうせ縦スラだろ、どうせ縦スラを外角に投げてくるんだろ。いいよいいよ、マサゴ選手まで回ってるよ。キャッチャー誰だろう。いやー肩弱い人だったらいいなー。いやー無理だ、走れな い, いやホームラン打てばいい。おいいよいいよいいよ、ホームランじゃなかったけど、ギータ決めとこう、ギータ決めとこう。ここはパイピン出たけど関係なし、この男には関係ない。よっきー勝てた、最高の終わり方、もう神回です。連続で神回つけちゃいたいけど多分タイトルにはついてない。いやー本当に最高の試合でした。ご視聴あざした。